はい、こんにちは、キリンです。えー、本日ですね、ライブドアニュースで、まあ、ヒカさんの復帰が11月予定っていう記事が出てましたが、まあ、これは僕はですね、まあ、本当かもしれないし、まあ、実際わかんないなっていう、まあ、鵜呑みにはしてない。 うん、で、な、まあ、あくまで噂レベルっていう感じで受け取りました。はい。で、なんでかっていうと、あのー、その11月予定と言っているのが、まあ、えー、近しい関係者、近しい複数のかい関係者って書いてあったんですけど、まあ、これって誰のことが全然わかんなくて、あのー、要は、そのバズの内部の人間かもしれないし、外部の人間かもしれない。で、まあ、極端なこと言うとですね、まあ、ライブドアニュースの、まあ、記者さんですかね、まあ、誰かがその関係者から話を聞いたと思うんですけど、まあ、その関係者と名乗る人物が、うん、例えば、 そのヒさんの親友ですみたいなっていう自称してるだけとか、はい。で、本当は全然関係ないとかっていうことでも、まあ一応近しい関係者ってことになってしまうんで、まあその辺はまあなんとも言えないかなっていう。まあ。 多分、まあ、ど、ど、どうなんでしょうねっていうか、まあ、その実際その11月予定にしてるっていうのも、まあ、かなり、あの、なんていうんですか、可能性としては全然あるとは思うんですけど、だからといって、それがもう事実かのように認識してしまうのはちょっと違うんじゃないかなという、はい。で、まあ、あの、ハワイの、ハワイで、えっ、ー、と、復帰動画撮影してたっていう、まあ、噂も、まあ、僕の過去動画にしたんですけど、まあ、そういう、噂も出てたりするんで、まあ、 そうですね。まあ、11月ぐらいを見込んでるのかなーって思ったりはしますが、まあ、ただ、それが、えー、本当かどうかは、まあ、わかんないと。まあ、あくまで噂、こういう噂が上がってるよぐらいに、まあ、捉えてたらいいかなと思います。はい。それだけです。まあ、はい。さよなら。バイバイ。